三雪松記念碑と松1930年頃の広島市地図。右下が宇品港であり三雪通りの最南端に三雪松が植えられた。この地図における千田記念碑が千田病公園にあたる。千田病公園内の記念碑跡三雪松は広島県広島市に存在した松。現在の南区宇品海岸2丁目に位置し、その地区の名前として残っている。 みゆきの名の通り、天皇による行行を記念して植樹された松である。1885年、明治天皇三陽道行行を記念して植えられたものであり、当時のものは後に枯れてしまう。記念碑は、後の都市開発により移設されたが、2010年に現在地に戻され、松が新しく植樹されている。またこの付近の広島港は、宇治名古雪松地区と呼ばれ、 公園などが整備されている。もともとこの地は、江戸時代初期は海であった。明治に入り、近代的な貿易港整備の必要性に迫られたこと、廃藩地県以降の旧広島藩市に対する、私属受産として、大規模な公共工事が考えられていた中で、宇品な港整備とそれに伴ううな地区埋め立てが、決定した。年この工事の最中、明治天皇による、 山陽道行行が行われ、西から広島市中心部を通って、宇治名港から乗船市東へと進んでいった。この天皇行行を記念してこの地区に、三行の名が付き、現在も、宇治名みゆや宇治名みゆ通り、み行橋として名が残る。そして、その宇治名港からの乗船地点にこのみ行松が植えられた。なお、明治天皇は1894年日清戦争が、 勃発し広島城内に広島大本営が設置された際に大本営から宇治河港を出発しクレチン樹府を巡掲している。つまり明治天皇は行き帰りの道中で三幸松の前を通り見た可能性が高い。1899年には吉人皇太子新王行幸記念としてさらにもう一株植えられている。ただその松は後に枯れてしまった。 現在も残る三雪松記念碑は三雪松が植えられた後となる1909年に設置された。松が枯れた後も石踏みだけは残されていた。1945年広島市への原子爆弾投下の際に当地にあった以降、つまり被爆建造物にあたる。ただ1970年広島県道243号、広島高専の拡張工事の際に記念碑は、 千田病公園に移設されている。その後、広島南道路建設が進められ、地元住民と建設省との協議の中で、住民要望により、記念碑を元の位置に戻すことが決まり、2010年広島高速3号線部分、共用開始に合わせ、元にあった位置の近くに移設された。この際に、新しく松の木を植樹している。広島港宇品。 手島地区内の好み雪松がある地区は、宇治名護雪松地区と呼称している。この地区は、比較的広いスペースがあり、商業による土地開発が期待されているが、宇治名護雪松広場でのフリーマーケット利用にとどまっているため、県を中心に開発が進められている。以下2014年現在での主な公共施設を列挙する。ありがとうございます。